宣宮様は午前中、皇室の祖先などを祀る皇居の宮中三殿にお参りされました。宣宮様は十二ひとえにおすべらかしという髪型の平安時代の装束で、宮中三殿の中央にある賢所に進まれました。そして賢所の正面に座り、一礼してから中に入って拝礼されました。続いて皇室の祖先を祀っている皇霊殿、さらに国内の神々を祀る神殿にそれぞれ拝礼されました。午後2時からは宣宮様が天皇皇后両陛下にお別れの挨拶をされる朝見の儀が皇居宮殿の松の間で行われました。宣宮様は金の刺繍が入った白いロングドレスに勲章をつけて儀式に臨まれました。今日までの長い間、深いご慈愛の中でお育ていただきましたことを心よりありがたく存じます。ここに慎みて御礼申し上げます。この度の結婚は誠に喜ばしく、心からお祝いします。内親王としてその務めを立派に果たし、また家族を優しく支えてきたことを深く感謝しています。結婚の上はこれまでの生活の中で培ってきたものをさらに育む、二人で力を合わせて楽しい家庭を築き、社会人としての務めを果たしていくよう願っています。二人の幸せを祈ります。このあと黒豆と日本酒、それにみりんを煮詰めた九年酒と呼ばれる酒が両陛下の杯に継がれ、両陛下の後宣宮様が杯に口をつけて別れの杯を交わされました。さらにご飯やかまぼこ、塩ゆでしたエビなどが盛られた朱塗りのお膳に両陛下と宣宮様が箸をつける所作をされました。宣宮様は朝見の儀で両陛下にお別れを申し上げた今日は、長く親しんだところを去ることが強く実感され、静かな寂しさも感じておりますと、宮内庁を通じて感想を述べられました。